332系332型は、シーメンスとカフが、イギリスのヒースローエクスプレス向けに製造した電車である。発注当初の形式は331系であった。ロンドンと、同市最大のヒースロー空港を結ぶ新線の建設が可決された時に、空港アクセス列車として運用されることを想定して、スペインの車両メーカー、 カフとドイツのシーメンスのコンソーシアムが製造した。1998年開業のヒースローエクスプレス向けに、1997年から1998年に、かけて4両編成14本が製造された。シーメンスは、電気系統を中心に、カフは、車体や台車を製造している。編成は両端を、 電動車とするに M2T の4両。モーターは一台車に1個。パンタグラフは中間車に1機。車内は固定式の開放座席で、先頭車の一方一等としている。一等では1プラス1、二等では2プラス2の配置。2016年2月末に定期検査で 332K のとある編成の車体下部に亀裂が発見され、 全車両の緊急検査を行われた。これにより全編成が営業運転から外されヒースローエクスプレスは本来、ヒースローコネクト用の360型で運行することに。3月中旬には、損傷部分が修復され営業運転に回帰したが、その間ヒースローコネクトが運休したために、ロンドンパディントン近郊列車に多大な影響を及ぼした。 2020年から廃車が始まり、同年12月をもって、運用を終了して387型に置き換えられた。AB The All Time Guide to EMU TOPs クラシフィケーションズ。ありがとうございます。